はい、どうもこんにちは、マサです。僕もね、トレンの上位キャラガチャが来たんで、まあ、ヒカルが相当ね、もう神引きしてたんで、僕ももう引こうと思います。狙いはどれだろう、一番下誰やろな、やっぱマネージャーかな。来たのじゃない、まあ、来たの欲しいけど、来たの入ってないからな、まずこれに。確かにな。うん、だから、ね、リートーマス、リートーマス、リートーマスとか入ってるんで、リート、あと誰やろな、ユーはそんないらんないの、俺別に。逆に被ってほしいんじゃん。まあ、被って店とか。それか PSR。PSR が来たらめっちゃ熱いな。もう初回、ここで行きたい、もうまず。こいつらの PSR どれでも当たりやん。当たりやな。うん、もうここで来たらほんまに嬉しいんだけどな。頼む、おー、行ってもだよ、もう。もう終わった。あとミーナや。ミーナ持ってない。もうサクサク終わってもだからな。もうちょっとさっきのも見せたんで。チョンにしときます。さて来るか、頼む、来てくれ、お願いします。おい、もう演出ないぞ、演出来い、こっから加速、もう一丁行け、突き破れー、して来た、2個来い、2つ、頼む、ドレンド来い、ドレンド行きます。30パクあれやろ。あー、もうこんなやついらんねんな、お金頼む、新キャラ来い、新キャラ誰や、おー、でも、おー、でも悪くない、悪くない、クロスです、こっちこれでオフェンスやったっけ、オフェンスやな、まあこいつ悪くないな、これで8点のオフェンスや、確か、ええな、こいつはいいですよ、これ当たりですね。まあ違うんですけど、トレンド上位とはクロスマシンかなんか、確かに金得ですか、うん、クロスの最上位、金得、結構、しかも結構評価高かった、8点やったの、オフェンスの中で、これが30年目か、言います。でもあいつは悪くないはず、あいつは悪くないな、政治能力も高いし、確か、よし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 、オフェンス固めの中であいつ後指やから、しかもええと思うんで、たぶんあいつ後指やな、後指やと思うんで、ね、もう片方が私が前指やったからな、頼むぞ、この流れで来い、許さない、来てくれ、くっそー、この演出からでもあれで、あれで、はい、気に変わる、突き破れ、同じ、いっけ、いってくれ、うーわー、いくな、よし、これ何パーな、40、4、50パーあるんじゃん、頼む、最後か、はいはい、あー、 PR 来い、 PR 来い、マネージャー、お、うーわー、あ、これ走ってやんね、オフェンスやから、あ、そうなの、あと指殿下の振り切り、殿下の方、あ、こいつもええやんじゃん、走ってやんね、じゃあこいつ、確かオフェンス悪くないな、じゃあ、だからもうオフェンスでデッキが結構なんか充実したな、確かにな、これでも走ってんやから、殿下の方とは持っとなかった、一番高い 8.5 点が欲しいん、俺50% 確定やから、トレンドキャラ来てないからな、今のところ、ここで来い、これ50年目なんで、ここで一旦終わりますよ、僕は。結構悪くないけどな、悪くない、引き悪くない、キャラは結構出とうからな、しかもまあ SR じゃ出とうから、ちょん、頼むぞ、まあここ確定なんでね、ここ2体来い、博士 PSR が俺全然引けてないんでね、え、確定なんじゃない、あれ、え、あれ、あれ、あれ、え、あれ、嘘、これ40年目もしたし、あれ40レベルちゃう、たぶんそんなわけないよな、それはおかしいよな、ビビらせんなよ、ビビってもだよ、お前もう、え、でもうわ、 PR も微妙や、これが40レベルであるはず、頼むぞ、でもお前これでキリサメ、あ、5回目や、キリサメ草津庭で、あれ、後指のオフェンスも3人揃って、あとこれに来たの入れたら、あと来たの欲しい、結構すごいデッキ、じゃあこれオフェンスデッキいきます、全員これが50レベルが確定ないな、頼む、よし、ここで PSR 欲しい、でも結構最強のフェンスデッキできると思う、これ来たから、いけ、 PSR 来たの、来い、うわー、もうこの来たのは一体来へんからね、トレンドキャラじゃないからね、いや、分からんね、まあ俺来たからね、来たら何てか分からんけど、まあここを確実に突き破るんじゃね、うん、そんだけ、そんだけ、痛いの、そんだけ2体来たつやろ、2体、50% あるな、今回、あー、もう 50% で、ね、来たか、 50% って全然やつじゃん、ドキドキする、これ PR にも、お、 PR、 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 見せとこ、来い、頼む、うーわー、やべえ、なので、こいつメンタルや、私、こいついらねえ、ディフェンスやわ、これマエストロだな、清治、清治、清道、清道、チャウキマエストロ、こいつ、清道で、7.5点、カバーマスター、いいね、あ、もっとおしょ、まあ、カバーマスターやぞ、俺、オフェンスおるし、7.5 点か、微妙やな、こいつ、どっちがやった、はい、というわけで50連は終わりましたよ、いやー、あともう50連残ってますから、オフェンスに関しては、まあ、霧雨草津庭で3体当てるやというか当てるで8.5ぐらいだと結構ええと思うで、オフェンスデッキかなり、オフェンス俺、あ、霧雨も持っとうし、だからそれです、当てる3人揃っとる、
あ、そうかそうか、強いやつ3人だ。クロスマシンとあいつか、草津か、フリーキックと、あとクロスやろ、何だっけ、キラパス、あ、殿下の方とか、キラパスだから、だから結構ええで、でそれで前辺で北野入れて、あとまあもうマネージャー2枚ぐらい入れたら多分オフェンスできるみたいな。だからマネージャー、次の50連にマネージャー北野当てます。まあ北野に関してはもう入ってないね、トレンドに。むずいな。まあまあ、マネージャーって言ってんやけど、北野別に借りてんやから。そうやな、うん、マネージャーとりあえず当てたいなと思います。というわけで今回は終わります。ありがとうございました。